まあ、私もコロナショックだとボトムでマイナス 34% ぐらいいきましたけど、瞬間金額で言うとまあちょっと恐ろしい、恐ろしい、億単位で、億単位。次は何をなさいますか。それでは相場展望、はい、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。違うそう、相場展望でも読めなくないですか。読めないです。読めないですよ、ね、読めないです。だからついていくしかないんですけど、はい、まあ、明らかに分かることはアメリカの金利が上がって、はい、それに対して今まさに起こってる円安ドル高でトレンドができてしまったと、はい、結果起こることは年後半庶民苦しくなってスタグルフレーションが起こる、はい、なのでそれに対応してる銘柄を買ってちょっとやばそうだなみたいな形の銘柄を外すか、または減らせばいいかなみたいなことは思ってますね。なるほど、はい、やはり入れ替えで、入れ替えですね、はい、そうですね、はい、例えばスシローとかあるじゃないですか、瓶、はい、がなくなっちゃってですね、そうなんですか。いつの間にかなくなってるっていうことで、まあ、影響出てくるでしょうね。そうですね、円安でロシアから取れなくなったみたいな、うん、ああ、はい、そうですね、多くなって、その辺の話ありますもんね。はい、スシローをちょっと持ってたんで、はい、15年ぶりにつなぎ売りしたんですよ。つなぎ売りって何ですか。現物を持ってて、はい、それに対して信用売りをかけると。例えば1000株持ってるじゃないですか、現物、はいはいはい、それに対して1000株信用で売ると。なんで現物売らないんですか。あ、それはですね、配当と優待取りたいからです。なるほど、はい、確かに特に3月ですね。ああ、はい、そうか。で、まあ、私ピラミッティングして結構高値圏のやつを順番で買っていくんで、はい、その逆で新安値近づいたやつをつなぎ売りすればトレンドを出て下に行くだろうと、うん、思って新安値になった銘柄をつなぎ売りしたんですね、はい、スシロー、はい、したら私が15年ぶりに言ったら上がるわけですよ。あら、それでもう絶対やんないと思って。売りは、信用売りは難しいですよね。難しいですね。僕も信用売りはえらいダメージこむった記憶しかないですね。そうですよね、うん、半端ないと思います。信用の会話やるって。信用の会話ちょっとやってますね。あ、はい、ただ別に現物でもいいかなと、うん、そういったレバレッジはやっぱり為替とか CFD の方でやってるみたいな感じですか。やってます、はい、信用ちょっと怖いというかよく分かんないんで、はい、あんまりやってないです。でもなんか話聞いてるとすごいやりたくなっちゃって信用2階建てやりたいんだけど怖いな。やっていいのかな。今証券会社によって、はい、信用2階建てができないようになってる証券会社もあってですね。それ結構ありがたくて、自分のですね保有の銘柄をさらに立てるじゃないですか、同じ銘柄を、うん、それを全体の 20% 超えたらダメですよっていう、そういう縛りがあるやつがあってですね、それは良かったなと思いますけどね。なるほど。向こうがストップかけてくれたということですね、はいはい、あ、めっちゃ勉強になりますね。ありがとうございます。ジーンズバー W さん、はい、うちには裏メニューというものがありまして、ええ、W さんのタレコミ情報が書いてあるんですけれども、ええ、お伺いしてよろしいでしょうか。あんま聞きたくないですけど。ありがとうございます、はい、W さんは昔マチキンでお金を借りて、ええ、株にすべてつぎ込んだらしいという噂があるんですけれども、ええ、本当ですか。それは違います。あ、違いますね。そうや。マチ金じゃなくて、はい、消費者金融です。消費者金融、はい、でもお金借りてぶっこんじゃったんですか。そうなんですよ。結構いってますね。すごい。でも信用取引って初心者っていうか初級者の人にとっては本当危険だからやめた方がいいと、はい、いうことを散々言われてたんですよ。はい、だから私も投資始めてですね12年間ぐらいはやんなかったんですね、はい、ただ2004年から始めてですね、はい、こんなに何ていうか無限に買えるみたいな感じ定義で、まあ、なりますわな。で当時ですね資金がですね2000万だったんですよ。ほう、はい、で
もうそこから始めてですね、1週間で建てた金額が1000万建ててですね、早い、1週間で俺1000万建てちゃったっつってあまりにも建てすぎて、はい、なんか気持ち悪くなってトイレに入ってましたねすごいっすね本当になんでこんなに買ったんだか分かんないんですよその結果はどうだったんですか。その結果は2004年の12月から2005年の小泉解散相場からもう上がりっぱなしだったんで、そうですよね、はいはい、でそこからまあ2005年のパフォーマンスは2倍になったんで、お新入やった時期と比べては大正解だったんですね。なるほど、はい、たまたまですけどどう見てもいや、はい、運も実力のうちです、はい、まあでも町金ではなくて消費者金融なんですけど、うん、利息がですね当時年にですね29.2% ですね。うわーでけえ。高いんすよ。まあ15とかじゃん。15か18とか。そんな18か。はい。そんなレベルなんですけど、はい、当時ですね、今の新生銀行の傘下にある新規っていう消費者金融がありまして、うん、それがですね、1週間ノーローンという商品を出してまして。あ、ありましたね。はい。はいはいはい、要するに1週間金利ゼロです。はい。はい、1週間以内に返すか。そうです。そんで、まあ、簡単に言うとですね、新規で借りて1週間借りてですね、プロミスで借りてくるとそしてその日のうちにまた新規で借りると。でも返しに行くのがめっちゃ大変じゃないですか。その通りですなのでしょっちゅうこうやって行って買って買って、そうだから雑居ビルに新規とプロミスが入ってるビルには立ち寄ってました。なるほどね、はい、ただですね、回転させて忘れちゃうことがあるんですよ。でしょうねレンタルビデオみたいですねある時あまりにも定期的に返してくれるので、うん、新規側としてはもっと融資したいと。ピップキャップ、そうピップタイム、そうピップタイムで50万が100万になったんですよ。へー、はい、よっしゃ行くぜって100万借りたんですね、はい、やべえ。したらですね、うん、ATM に入るお金って1回50万までなんですよ。ああ、なるほど、はい、これめんどくさくてですねさすがにめんどくせえ。なるほど。でももう数ヶ月やったわけですよ。すごいですね、うん、通い続けたんですね、毎週毎週。ただですね、新規の人、うん、限度額120万にしませんか、したんですよ。うわしたら2回の作業が3回になると。そうですねさすがに嫌だよなるほど、そこは折れるそこは折れちゃった、めんどくささで折れちゃった。そうですね、あともうちょっとやめたんですよね。そうですね、苦肉の策みたいな感じですけどただですね、結構緊張感があったんで、ほう、割とプラスだったんですね。へえ。借りたお金で投資したやつ、あ、負けられないですもんね。負けられないですよ本当に、うん、確かに。しかも最大に2ヶ月ぐらいで結果出さなくちゃいけないんで、うん、なるほど。本当今の信用取引みたいに半年もう待ってくんないっていうか、金利高いからね、はいはい、そういったことをなんかやってましたね。なるほど。信用取引前は、うん、いやー実に生々しいお話が、こんなことやってる人いたりもいないですロヤンさんとはお知り合いは初めてですか。はい、初めましてですね。はい、初めまして。アメリカのタバコ株とか、はいはいはい、日本のインフラマントとか、はい、それがクッションで受け止めてるみたいな感じですね。わ、すげえ勉強になるいやいやそういう風な買い方をすれば、うん、確かに戦えるわ。そうですね、アメ株ストップ安ないんですよね。そうですよね、はい、なので1日で挟んできるんでこの動画が面白いと思った方はチャンネル登録といいねボタンの方よろしくお願いします。次回もお楽しみに。